The Madonna and Child with Saint John and Angels 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo Buonarroti in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. This painting is also full of mysteries. 本当にミケランジェロの作品なのかどうか、19世紀から20世紀まで論争の的でしたが、現在ではミケランジェロの作品であると認められているのがマンチェスターの聖母です。未完成の部分があるため、この絵画もまた未完の大作と言われていますが、この絵画もまた謎だらけです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London.The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of theMadonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the child Jesus met Christ's cousin, Saint John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant,Son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world. ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。でこうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で、聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませて良いものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一
変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広し林浜松シティジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ、左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるのでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ、女性ではないということになりますけども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バラノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母ルーブル版です。この
岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女、ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは、聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまり、ここに描かれている聖母は人間ではなくて、下半身大蛇の魔女ということになります。それについては、この動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくも、この岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまり、このような形で1500年後のキリストは、レオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使って、マリアは魔女であることを表現しました。
で結論ということになります。マンチェスターの聖母 by ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、3本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですねラミアですから、同じように考えて左の聖母も私林博士はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家って言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、ミケランジェロもダヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいと言いますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚を、まあ、
表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね。それにね、色も白いみたいね。とです。Bye for now. Maria in Version of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera.Hera also afflicted Lamia with sleeplessness so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children.Maria in the painting of Version of the Rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body,
It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo or Jesus after 1500 years let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. Anyway, ladies and gentlemen, this is a guidance video to prove these facts. Please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history. I mean that there are more what we don't know than what we know now. You are always welcome to make a new adventure with me. Thank you very much for watching. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.
This is a painting commonly called Manchester Madonna, which has been said it was painted by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. It is also called Madonna during breastfeeding. It is generally explained that this picture is breastfeeding Madonna, which is why Madonna's breast is bared. But is this explanation correct? I, Hiroshi Hayashi, have a completely different idea of thinking. In conclusion, this painting depicts Madonna with a breast skin peeled off. The evidence is that the two young ladies on the right are looking at the skin of Madonna in their hands. At first glance, you may think that two young ladies are reading something like a letter, but this is not a letter. Skin of Madonna. They are examining Madonna's skin. If you compare both, you can see that the skin of Madonna's breast is being examined by two young ladies. The evidence is that Madonna's nipple shape is precisely expressed on the skin. This is an important part of this video, so please check carefully with your own eyes. I understand that the curved skin accurately represents the female nipple. In other words, this painting is also a kind of tricky art. At first glance, you may think the lady in the center is Madonna, who is nursing her son. Also, you may think, at first glance, the skin in their hands looks like a letter, but it is actually Madonna's skin. However, this woman also shows that she is a type of lady whose skin is to be peeled off. In other words, Madonna is at least not human. The proof is the peeled off skin two young ladies are examining. But the mystery doesn't end here. Venus de Milo also seems to express the peeled off skin in a similar way. In other words, it may be that Venus de Milo is also not modeled on humans, but modeled on non-human intelligent life forms or an alien. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. マンチェスターのマドンナです。別名授乳中のマドンナとも呼ばれています。一般にはこの絵は授乳中のマドンナであり、そのためマドンナの胸が表現されていると説明されていますが、本当にそうでしょうか。私、林博氏は全く異なった考え方をしています。結論を先に言えば、この絵画は胸の皮膚がめくれたマドンナを描いたものです。その証拠に、その向かって右側の2人の若い女性が手に持って調べているのがマドンナの皮膚だからです。一見すると2人の若い女性が何か手紙のようなものを読んでいるように見えますが、これは手紙ではありません。皮膚です。マドンナの皮膚です。その両方を比べてみるとそれがわかります。二人の若い女性が手に持っているのはマドンナの胸の皮膚です。その証拠に、その皮膚にはマドンナの
乳首の形が正確に表現されています。ここがこの動画の重要な部分ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。めくれた皮膚には女性の乳首が正確に表現されています。つまりこの絵画もまた騙し絵ということになります。一見すると中央の女性はマドンナであり、授乳中のマドンナということになります。また一見すると手紙のようにも見えますが、実際にはマドンナの皮膚ということになりますが、この女性もまた皮膚が剥がれるタイプの女性であることを示しています。言い換えるとマドンナは少なくとも人間ではないということになります。その証拠がその剥がれた皮膚ということになりますが、謎はここで終わるわけではありません。あのミロのヴィーナスもまた同じような手法でその剥がれた皮膚を表現しています。言い換えるとミロのヴィーナスもまた人間をモデルにしたものではなく、人間ではない知的生命体をモデルにしたものであるということになるのかもしれません。つまりエイリアンということになるのかもしれません。考えれば考えるほど不思議な彫刻、それがミロのヴィーナスということになります。ミロのヴィーナスの背中にはですね、剥がれた皮膚が表現されています。で、私は普通の彫刻、つまり大理石の彫刻のですね、表面がこのように剥がれるということはないと判断しています。つまりこの彫刻は人間のまだ知らない、いわゆるまあハイテク技術によって作られたと判断していましたが、しかしこの剥がれた皮膚がですね、つまりは意図的に人為的にまあ掘られた皮膚であるとするならば、納得がいくということになります。つまりこのような形でこのミロのヴィーナスもまた人間ではなかったということを表現したのではないかということになってきました。その手がかりを与えてくれたのがミケランジェロ・ブラノルティなる画家が描いたとされるマンチェスターの聖母ということになります。実はミケランジェロはもう一枚皮膚を剥いでいるマリアを描いています。その前に簡単に外堀を埋めておきます。これはアゴスティノ・ヴェネチアーノです。そのアゴスティノ・ヴェネチアーノが大変興味深い絵を描いています。右下の絵がその絵ですけども、この中には1502という数字が隠し込まれています。1502です。1がやや分かりにくいんですけども、1502すなわち15イナンナ・イシュタールの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数です。つまり左端にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。ついでですが、右下にいる人物20、つまりシャマーシュということになります。シャマーシュの神聖数は20です。イナナシタールとシャマーシュが組んで後のキリスト教なる宗教を
立ち上げましたが、これは今日のテーマではありません。左にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになりますが、このアグスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中の人物と同じ人物をミケランジェロ・ブラノティが描いています。下はカッシナの戦いの絵です。赤枠で囲った部分に注意してください。どちらの絵が後先なのかは今日のテーマではありません。左はアゴスチのフェネチアーノの描いたイナンナ・イシュタール、つまりマリアです。そしてその人物と全く同じ人物をミケランジェロ・ブラノティがカッシナの戦いの絵の中に描いています。つまり右の人物もイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。そのマリアが腰から下の透明のような衣服のような、つまりは皮を剥いでいるのがわかります。つまりミケランジェロはですね、カッシナの戦いの絵の中で皮を剥ぐマリアを描いていたということになります。で、この動画の結論ということになります。マンチェスターの聖母です。授乳中の聖母だそうです。胸が開いているから授乳中というわけですが、この絵はそんな生優しい単純な絵ではありません。胸の部分の皮膚がめくられて、そしてその皮膚を右の二人の女性がエグザミニング、つまり調べているということになります。その証拠にその皮膚らしきもの、あるいは皮膚と断言して良いわけですけども、皮膚にはマリアの乳首が正確に表現されています。で、その皮膚をですね、二人の女性が調べているということになります。皮膚の色も一致します。やや灰色っぽい皮膚で表現されています。で、その乳首を皆さん自身の目でもう一度ご確認ください。左がマリアの乳首です。中央、右の方がですね、皮膚の上に表現された乳首ということになります。よく見ると乳輪もですね、同じように表現されているのがわかります。つまり2人の若い女性が持っているのはマリアの皮膚の一部ということになります。それをめくって調べているということになります。つまりマリアはこのように皮膚がめくれるタイプの知的生命体の神であったことを示しているということになります。つまりこれが1500年後のカイン・キリストが私たち人間に残した、まあ、伝言ということになります。もう一度比較してみてください。つまりここに表現されているのはマリアの胸の皮膚の一部が剥がれたものであるということになります。続く動画の中でこのマンチェスターの聖母がですね、一般に言われているような、あるいは一般に説明されているような絵ではないということを説明します。で、さらに一言付け加えるならばですね、ミロのヴィーナスということになりますが、以前より私はミロのヴィーナスの皮膚について大きな疑問を感じていました。大理石の像のその皮膚の表面部分だけが剥がれるように、まあ剥がれるということがあるのかということですね。実際にはないそうですね。彫刻家の先生もそのように話してくださいました。となるとこの皮膚の剥がれた様子は何なのかということになりますが、もともとそういう皮膚が表現されていたのではないかという疑いも出てきました。今の段階では断言できませんが、しかしその可能性もあるということになります。では続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now.
Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Buonarroti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non-biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared, as if she has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world.ミケランジェロが描いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうです。で、こうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは、聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですが、マリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われます。またこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが、本当にそうでしょうか。こんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうか。が、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが、左足が描かれていません。左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています。右足はあるようですが、左足が見当たりません。この白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけども、その左足が見当たりません。そして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけども、その足が見当たりません。なぜでしょうか。衣服の下に隠れているといえばそれまでですが、その衣服もこれまた奇妙です。赤丸で囲んだ部分を拡大してみました。細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。注意深くご覧ください。極めて精緻に
表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか、それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較してみることにしました。そして右は実際の蛇の皮の写真です。大変よく似ているのがわかります。まあ左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。つまりこのマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるんでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います。矢印の部分を拡大してみました。この若い女性、まあ女性ではないということになりますけれども、この人の背中を見てください。背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かります。つまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですね、ここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林浩司は判断しています。さらにダメ押しということになりますが、向かって右側の人物に注意してください。向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私林浩司はこれを皮、めくれた皮と判断しました。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますが、つまりは中央にいるマドンナが人間ではないからです。となるとマドンナは何かということになりますが、それについては少し回り道をしなければなりません。マンチェスターの聖母はミケランジェロ・ブアノティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母ルーブル版です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません。上半身が人間、下半身が大蛇、魔女の中の魔女、子供を食べる魔女ラミアです。この岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください。色使い、風合い、感じ、全く同じです。ということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになります。つまりここに描かれている聖母は人間ではなくて下半身大蛇の魔女ということになります。それについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明します。ともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリア、すなわち聖母はラミア、下半身大蛇のラミアであるということです。つまりこのような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。
で結論ということになります。マンチェスターの聖母 by ミケランジェロです。向かって左側の右足を拡大してみました。そしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみます。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。ここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから、皆さん自身の目でしっかりとご確認ください。左はミケランジェロ、右はダヴィンチですが、この両者の表現の仕方は酷似しています。赤い線で今ラインをかけていますけども、赤い線を中心にして比較してみてください。酷似しているのがわかります。で、これをどう判断するかですけども、特にこの部分ですね、同じように表現してあるということです。まあ、画家について言うならばですね、一人の画家の癖がですね、同じように現れているということになるのではないでしょうか。左はマンチェスターの聖母の足です。右は岩窟の聖母の中の天使の背中部です。つまりこの両者は私は同じと判断しました。上半分が丸っぽくて下がラインで構成されています。で、足を見るとですね、共に足が表現されていません。まあ、岩窟の聖母の方はですね、3本指の、まあ、魔女が表現されています。ともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていません。で、私はこの両者はラミアであると判断しました。つまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しました。もう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てください。つまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですね、この姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずです。そのバランスを保つにはですね、後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになります。そしてマンチェスターの聖母です。岩窟の聖母です。右の聖母が岩窟の聖母がですね、ラメアですから、同じように考えて左の聖母も私林浩司はラミアであると判断しました。で、その証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れています。つまり右はラミア、左もラミアということになりますが、右はダヴィンチの作品です。左はミケランジェロの作品です。作家って言いますかね、画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということは、これらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、ミケランジェロもダヴィンチも、つまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです。改めて先ほどのダメ押しを繰り返します。マンチェスターの聖母です。その聖母の衣服はこれは普通ではありませんね。で、同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいます。それを拡大してみました。で、この両者右上下を比べてみるとですね、大変よく似ているというよりもですね、同じであることがわかります。細いラインがいっぱいと言いますか、無数に走っている点に注意してください。ひび割れの表現の仕方も同じです。で、この両者を比べてみるとですね、やはり下のこの二人の人物が読んでいるように見えるそのものはですね、つまりは手紙のようなものではなくて衣服、もしくは衣服そのものがですね、皮膚を、まあ、
表現したものと考えるならばですね、二人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれません。ねえあなた、マドンナの皮膚ってツヤツヤしていて、それに分厚くて健康そうね。それにね、色も白いみたいね。とです。Bye for now.